ビジネスセンタービルナディアパークは愛知県名古屋市中区にある複合型商業施設である。世界デザイン博覧会に関連して発表されたデザイン都市宣言に盛り込まれた国際デザインセンター事業として名古屋市立中央高等学校の跡地を利用し民間主導で再開発された商業施設。通称ナディアパーク。地上12階、地下4階。 高さ70メートルのデザインセンタービルと地上23階、地下4階、高さ108メートルのビジネスセンタービルで構成されている。キーテナントは名鉄グループが押さえ、ロフトのフランチャイズであるロフト名古屋が出展している。また、医療、雑貨、インテリアなど21の専門店からなるショッピングゾーン、クレアーレがある。建築物として、 平成8年度照明普及賞、平成9年度名古屋市都市計干賞、第29回中部建築賞、平成9年度有料消防防災システム、消防庁長官賞、第5回愛知町並建築賞、第39回 BCS 賞など数多くの賞を受賞している。名称は、名古屋とデザイン、ユース、アミューズメント、パークの頭文字を合わせて作った。 合成後、2階部分にはデザインセンタービルとビジネスセンタービルを結ぶアトリウムがある。メインエントランスとなっており、イベントスペースとしても利用される。B2 階 B4 階は駐車場で、収容台数は440台。地上12階、地下4階、高さ70メートル。名古屋市青少年文化センターと国際デザインセンターが入居する。 7階から12階 B1 階から7階4階一般社団法人中部圏イノベーション推進機構が運営するイノベーション拠点2019年7月8日開設 B1 階から4階地上23階地下4階高さ108メートル商業施設やオフィスが入居する9階から23階8階6階 B1 階から6階純駆動書店ロフト名古屋店8月に B1 階に開業して、同年12月に7階に売り場を増設することになった。2019年3月に7階の売り場を閉鎖して、B1 階に統合した。2020年1月、同年2月末での閉店を発表。ありがとうございます。